近い心理学やる気が原因じゃないへーん。やる気が出ない、やる気さえあればそう思っていませんか。実はこれですね、心理学的にと誤解であったりします。やる気出ねーっていうのが全部何でも原因だと思ってて、その結果どうなってます。あ、やる気出るまで待とうで出ないから。そんな今ないやる気どうやって出てくんねんって話なんですよ。じゃあどうすりゃええんだ、そこもちゃんと今日の動画では紹介しようと思います。やる気が原因じゃない、これはですね、心理学的に言うと非常に多くの方がしている誤解です。例えば勉強、ダイエット、貯金、友達を作るだとか、何掃除をするだとか、やる気出ないんだよな、やる気さえ出ればな、やる気のコントロールの仕方、つまりモチベーションをなんとかしてくれ、これよく言われます。言われるんですけど、じゃいつ出るのよやる気って、どうやって当てる、で不確かなんですよね。確かにやる気でなんとかなることもあります、こともありますが、やる気が全ての原因だと思っている方結構いらっしゃるんですよ。そうじゃないんです、これ心理学的誤解なんです。では一体これはどういうからくりになっているのかと紹介いたしますと、やる気、まあこれは心理学の用語で言うと確率操作とか動機づけ操作っていうものなんですけど、これはまあ確かに行動に影響しますが、でちょっと待ってください、やる気が出ないと何もできないんですか。皆さんトイレに行くときにやる気必要ですか。よし今日はしっかりトイレに行くぞって思う。ちょっとなんか3日間ぐらい便秘だったらそうなるかもしれないけれど、そうじゃないことも多いですよね。なので実はですね、そのやる気がなくても行動って起きるんです。なぜやる気をね、そんなに大事にしてるかっていうと、そう我々が教わってるだけなんです。まあ、やる気出せよ、やればできるだろうって言われて、すけどどうなるかっていうと、やる気が出ねえ俺が悪いみたいな、自分責めることになっちゃうんですね。それってあんまり生産的じゃないですよね。むしろやる気がなくても行動ができるんだったら、そっちの方がよっぽどいいわけです。でこの中で、まあ、やる気を出すのであれば、やる気が出る状況を作る方がいいです。朝寝坊で朝起きられないっていうことよく聞きます。私の大学教員だった時は朝一番最初の1時間目の時は遅刻する人が多かったです。でそういう人たちもテストの日って遅刻しないんですよ。で何が違うかというと、やる気がどうこうじゃなくて、テストは落ちたらまずいわけですよ。だからそういう時は行動が起きるんです。だから行動ができるシチュエーションを作る方が重要なわけですね。まあ朝寝坊の話にまだこのまましますけれど、本当あと30分早く起きたら朝しっかり身支度できるように、こういう話聞きます。でギリギリになって起きて、食パン片手に通学みたいな、走って通学みたいな、ラブコメ学園ものみたいなやつあるじゃないですか。であれよく考えてください、ギリギリになっても起きて出てますよね、学校に行ってるんですよ。あれなんでかっていうと、あと30分早ければ、30分前はまだギリギリじゃないんです。でもあもう今出ないと確実に遅刻ってあると行かざるを得ないですね。つまり状況が変わってるんです。なのでやる気が出てから行動するんじゃなくて、状況が変わったら行動って起きるんです。なのでやる気が出ない、やる気を出したいっていう人がいたら、それやる気を出るのを待つんじゃなくて、行動が起きる状況を作る方が確実に早いんです。で勉強もそう、俺は結構ねしてますよ。この YouTube 作るときに熱仕込んでるわけですから。特に大学とかだったら、レポートだとか、テスト勉強だとかね、高校生の方も中学生の方もそうだと思います。社会人の方もそうだと思います。なんか家帰って勉強できねえんだよな。家にいるからだから。家で普段さ、遊んでたりさ、スマホ見てたりさ、YouTube 見てるのに、なんで家で勉強できると思うんですか？無理だよ。じゃなくて、学校だったら図書館に行くだとか、私だったらドトルコーヒーに行くだったりすると、その場に必要なものだけ持っていくと、やっぱりそのせざるを得ないから勉強するんですよね。でこれが例えばね、一人じゃ難しいんだったら友達と集まって勉強会をするでもいいです。でその時はなるべく遊ぶ動画たくさんある部屋よりは、まあ、どっかね自習室であったり、勉強できるようなシチュエーションの方がいいと思うな。その方がきっとはかどります。はい、やる気を待ってる断然そっちの方が早いです。何でもやる気にしない、むしろその環境を整える方が早いという、こういう誤解がですね、やっぱり心理学をやってると多いんですね。なので何でもかんでもやる気のせいじゃない、あなたはきっとやる気はある、ただ状況が行動が起きてないだけなので、ね、自分がやりたいことができる状況を
作ってみるっていうのも、そっちの努力もしてみたらいいと思います。いやー、いかがだったでしょうかね。これよく聞かれるあの誤解をなんとかね、改善と解いていこうと思いますので、今後もよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いします。そしてメンバーシップ始めましたので、もしね、よければそちらの方も、ご参加していただけたら嬉しいです。それでは皆さん、また次回、せーの、よろしくおい。今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。